始まりましたミュージックスパイス。こんばんは、松岡拓也です。今日はですね、2月10日ということで、実は2月10日はですね、僕がサーターアンダギーで最初に CD を出した日なんですね。それから丸々4年かな、2010年の2月10日に CD デビューしたので、なので CD デビューしてからちょうど4年目ですね。まあソロデビューしてからまだ1年も経ってないんですが、まあこの芸能界デビューして初めての CD が2月10日ということで、今日はね、思い入れ深い日にちなんですけども、まあね、でもメインといえばやっぱり2月14日ですね。メインはやっぱりバレンタインデーです。イエイ。いやー、ということでね、松岡拓也のバレンタイントークということで、初めてもらったチョコとかね、そのバレンタインの思い出とかを語りたいなと思います。まあでも言ってもそんなもらったことないけどな。まあ初めてもらったチョコっていうのは、まあ一番覚えてるのも、親以外でね、覚えてるのは小学校2年生か3年生の時、2年生の時になんかハート型のチョコをね、めっちゃ仲いい女の子から、その近所の仲良い女の子からもらって、同級生の、これ本命やでって言われたんですよ。2年生か3年生の時に。で俺、えってなって、わからんくて、わからんかったけど、でもとりあえずチョコが嬉しかったからチョコをその場で食べて、美味しかった、ありがとうって。でなんか後々なんかその子に、なんか鈍感っていうか、そのなんか鈍いねみたいなことを言われたのを覚えてますね。ちっちゃいながらなんか言われた覚えてるんですよ。なんかませてんな、今思うとめっちゃませてるなその子と思って。まあその子はね、今でも超仲いいんです。友達で仲いいんですけど、そうなんですよ、そういう思い出がありましたね。ギリチョコでも嬉しいですもん、やっぱり。なんか、あ、でもあげるっていう選択肢には、あ、俺が追ってくれたんやみたいな、そういうのはありますけどね、やっぱり。でも芸能活動を始めてからね、バレンタインチョコなんてね、リアルに本命でもらうことないっすよ、やっぱり。全然ないっす、全然ないっす。うん、ファンの方がくれて、ファンの方からはいただくんですけど、まあ、あとは共演者の女性が、まあ、もう共演者の人に配るような、あの感じ、ギリチョコみたいなの配る感じのではもらったことありますけど、それ以外はほんまにもらったことないな。なんか全然、でもまあ、うん、チョコはあんま好きじゃないから別にいいんですけどね結果、はい、まあ、皆さんも好きな人に、あのバレンタイン頑張って渡してください。はい、それではミュージックスパイス、この曲からスタートです。ミュージックスパイス、改めまして松岡拓也がお届けしております。さてさて、いろんなもしもを想像する、もしも〇〇だったらのコーナーにメールが届いてます。早速紹介していきましょう。ラジオネーム免疫のレイナちゃんからです。初めてもしものコーナーにメールを送ります。もしも料理が上手くなって料理男子になったら、何を一番最初に作るのに挑戦しますか。何やろ。でもなんかビュッフェ的なの作ってみたいな。作れんけど絶対。そういうなんかおしゃれなラザニアとかそういうの、おしゃれなのかな、ラザニアって。おしゃれですよね多分。そういうなんか作っておーってなるようなものを作りたいですね。おしゃれに綺麗に、あの飾って。あー、鍋とかもやっぱ凝りますね。やっぱり鍋もやっぱ火の通りがいいやつとか、やっぱ長持ちする鍋がいいかなと思いますね。あとやっぱ煮物系とかも作ってみたいな、ちゃんとしっかり味付けして。だからそういうなんか誕生日会とか、もしね、料理ができたらね、あの誕生日会とかでもうみんなの分の料理バーって作って、できるならね、作ってみたいなと思いますけど、まあできないのでね、今は頑張りますはい、続いてラジオネーム埼玉のかほちゃんからです。もしもコーナーに投稿します。もしも1日で100万円を使えと言われたら、タークはどうしますか。いや、100万もらったら、でもどうやって使おうかな。結構これ簡単そうで難しい質問ですね。100万円をもらえたら、使っていいよって、1日で100万円使っていいよって言われたら、
まあでもまあ欲しいもんとか美味しいもん食べたいけど、でも今一番したいことが引っ越しなんで、引っ越し資金に使いたいかな。まあだいたい約50万ぐらいを引っ越し資金にしたとして、で残りの50万はまあ10万は服買って、10万服買って、でも1日で使い切るのか、引っ越しの手続きしてまあ50万使って、まあ服も買えるか、服10万、まあ20万でしょうか、服20万買って、で残りの30万で友達と美味しいものを食べるか、まあ家族で美味しいものを食べるかって感じかな。あとまあ残り30万やったら、まあ日にちがあるなら旅行、友達と旅行だったり家族と旅行、30万ぐらいあれば国内旅行行きますよね。多分30万ぐらいあればね、全員分ぐらい出せますよね、家族とか友達、その仲いい友達ぐらいだったらかなって感じですかね。あーでもマッサージも行きたいな。2万円ぐらいのあのオイルマッサージみたいな、あの温泉とかについてるようなちゃんとした、あのこの間も行ったんですよ僕、実際この間家の近くの銭湯じゃない、温泉か、温泉行って、スパみたいな温泉行って、17,500円の2時間のマッサージしました。めっちゃ体軽くなりましたね。やっぱり最近ほんまにマッサージ行くようになっちゃって、ハマっちゃって、足つぼだけ行ったりとか。足つぼってほんとすごいんですよ、疲れてる日。だから事務所の新年会があって1月に、ですごいずっと立ちっぱで4時間ぐらいずっと、人が1000人ぐらいいたんで立ちっぱなんで、すごく足が痛くなったので、その帰りにその系列の事務所の友達と足つぼマッサージ行かんっつって、帰りに足つぼ行って全然違うみたいな、そこからもうハマっちゃって、特にだからね、やっぱマッサージにも使いたいし、体のメンテナンスも使う。あ、やっぱ残りの30万なんか体のことで使うかな。あのケア、体のケアとか頭のケアとか、そうしよう。残りの30万はでも整形しようかな。どこしよう、整形、とりあえずかっこよくしてくださいっつって嘘、それは嘘やけどまあね、まあなんかまあいろいろ使いますね。30、100万あったらとりあえずも引っ越しは絶対使うかな。まあ引っ越しで100万使ってもいいけどね。はい、そしてですね、2つ目、もしも無人島に一つしか物を持っていけなかったら何を持っていきますか。いやこれは困るな。昔は米とか言ってたんですよ、米って、白いお米一つしかないなら米を持ってって言ってたんですけど、今はもう米じゃなくて、現実的に考えると一つだけか、包丁かカッターとか。いやでもなんかどうしよっかな、無人島ってほんまに電気もガスも水道もないってことですよね。うわどうしよう、寝袋最近ね、めっちゃ可愛い寝袋があるんですよ、サメ型の、サメの口から入って食われてるみたいな寝袋だったり、ピザのこの三角の大きいピザで、こうピザをこう布団にして寝るとか、そういうなんか可愛いね、なんかちょっとおしゃれな、あのユーモアある寝袋が最近流行ってるらしくて、それちょっと欲しいなと思って。やっぱ寝袋かな。でも食べられへんな多分。もうさっきの100万円で寝袋買いますさっきの1日使えるとしたらって、で結構高いですよ、4万とか5万とかするんですよ、その寝袋が。ネットで調べたんですよ俺、結局いくらぐらいするんだろうと思って買おうかなと思って。じゃあ高かったんですよね結構。まあ、もし無人島に一つしか持っていけないなら、まあ、寝袋かな。やっぱ冬とかだったらやっぱ寒いしかな。夏か、夏のイメージだったら、あー寝袋じゃないな、寝袋じゃなくて、うわ何やろ、夏やとしたら何やろ、とりあえず食、水分、海の水は飲みたくないんで。あーそうや、海水を真水に変える機械とかねいいですね、確かにそれいいね、それやね、やっぱそれがいい、一番
でもそれって美味しいんかな、水美味しいんか、美味しいんすか普通に。うわでも嫌やな、海水とか汚そう。でも無人島なら綺麗かということで、冬なら寝袋、夏なら海水用の真水に変えるグッズを持っていこうと思います。はい、それではここで一曲お送りいたします。もしも〇〇だったらということで、この曲をかけたいと思います。松岡拓也で、もしも携帯がなかったら。